14時間目、始まるよー。はい、号令。起立、礼。よろしくお願いします。あ、ページ数が、なんか、戻ってるぜ。突然ですが、問題。山の上にある A 村に住む仲間に自分の町で起こった事件を伝えたいとします。ふむふむ。あなた自身は町から出られません。どうやって伝えたらいいでしょう。さあ、どんな方法を思いつきましたか。男は黙って、のろし、だぜ。いきなり渋いの、きたー。よく戦国時代のドラマとかで合図に使われていますよね。キリンが、くるー。でもさ、正確な情報が伝わるかな。火がつかなかったり、風で煙が上がらないかもな。そしたらあまり使いたくない方法ですよね。うん。じゃ、違う方法を考えましょうよ。手旗信号ってのはどうだろうか。みっぴあっけて、ひだっぴあっけなっけで、みっぴさっけない。あ。間違ったら相手も困りますよね。そもそも相手が見えるとこに来なきゃやっても意味ないぜ。じゃ、違う方法を考えましょうよ。モールス信号、はどうかな。よく知ってましたね、その技術。でも、考えてみてくださいよ。何を？トン、と、ツー、だけじゃ何が言いたいのかすぐわかりませんよね。違う方法、何かないですかね。手紙に書くのはどうかな。なるほど。それなら届きますね。でも、伝えたい相手がたくさんいたらどうするの？手紙書きまくるの？そりゃ無理だぜ。だったら印刷しちゃおうぜ。新聞みたいに。でも、それだと、印刷するところと配る人が毎日大変じゃないですか。じゃ、電話、はどうかな？これならすぐ繋がるぜ。それだとまた、一対一、じゃないですか。電話かけまくるの？そりゃ無理だぜ。電話代、パネー。じゃあ、どうしたらいいんでしょうね。ラジオ、はどうかな。これならちゃんと伝わるぜ。じゃあ、記者の記者が記者で記者した。で、ラジオでちゃんと伝わりますかねー。記事を読むときに工夫しなきゃ、だぜ。これなら文字で読める、新聞、手紙、の方が言いたいことをそのまま伝えられますよね。確かに。あ、じゃあ、テレビ、ならいけるんじゃない。なるほど、テレビなら離れてても伝わるし、映像も出るから。誤って伝わる心配も少ないですね。でも、ラジオやテレビって、電話や手紙と違って、基本的に一方通行、ですよね。他に何か方法はないでしょうか。多分毎日のように触ってると思いますが。わかったぜ。スマホ、じゃない？インターネットを使えば、情報を送ったりもらったりすることができるぜ。おお、いいのに気がつきましたね。一瞬で、お互いが、情報のやり取りをできて、便利なツール、ということで、インターネットは爆発的に普及したんですね。ないと生きてけない？って友達がよく言うぜ。随分いろいろ出ましたので、ここらでちょっとまとめてみてください。はい。のろし、のいいところは、なんていうか、手軽。そこら辺の木でできるしな。悪い点は、細かいことは伝わらないし、天候や相手によってうまく伝わらないぜ。じゃ、次。手旗、のいいところは、これもやっぱり、手軽、用意ほとんどいらないもん。悪い点は、やっぱり細かいことは伝わらないし、時間や、相手によってうまく伝わらないぜ。じゃ、次。手紙、のいいところは、伝えたいことを全部書ける、写真だって同封できる。悪い点は、相手に届いたかわからないことかな。人数多いと大変だしな。じゃ、次。新聞、のいいところは、大勢に同じことを伝えられる。あと、興味がないことでも、とにかく書いてあるから、その日のことは大体わかる。悪い点は、作るのが大変、配るのも大変。じゃ、次。モールス信号は、離れてても伝わる。悪い点は、パッと聞いてもなんだかよくわからない。ふむふむ。では次行きましょう。電話、のいいところは、離れてても伝わるし、わかりやすい。悪い点は、同音異義、同訓異義の言葉には注意、だぜ。ラジオ、テレビは一遍に行きましょう。ラジオ、テレビ、のいいところは、離れてても伝わる上に、
一遍に大勢の人に伝わる。悪い点は、ラジオ味が見えない分、話し方に気をつける。よくよく考えたら、間違った情報を放送したら、えらいことになるぜ。いいところに気がつきましたね。次回はその点も考えていきましょう。最後、インターネットですね。いい点は、一瞬でお互いがやりとりできる、こと。悪い点は、なんだろう、別にないんじゃないの。では、次回は情報伝達手段の、長所、と短所、について考えていきましょう。今日はだいぶ頑張りましたね。情報を伝える手段を考える、は、バッチリじゃないでしょうか。はい。では今日の授業はこの辺で終わりましょう。ワークは進めておきましょう。いいですね。はい、はい。じゃ、号令。起立、礼、ありがとうございました。違うのあったらコメントください。じゃ、またねー。